Next question. 皆さんこんにちは、ダンクメヨシです。いやー、今日も NBA ではいろいろあったということで、まずはスタッツ的な部分で言いますと、ルカドンチッチがね、45得点15アシスト9リバウンドのほぼほぼトリプルダブル、そしてついに復活したブルックリンネッツのベン・シモンズも10得点11アシスト8リバウンドのほぼほぼトリプルダブル、あとはドック・リバースがバックスのヘッドコーチとして初めてのデビュー戦をナゲッツと戦っていましたが、この試合は惜しくも敗戦。そしてあと気になったのは、渡辺雄太は相変わらずプレイタイムがなしで、そして最近好調のキャブスとクリッパーズの対戦はキャブズが勝利と。そんな感じで今日もね、 NBA ではいろいろあったんですけど、今回見ていくのはそう、レイカーズとロケッツの試合。いやー、もう今回はね、デュロンブルックスがやってくれましたね。今回は確か最大で30点くらいの点差がついてロケッツが勝っていたんですけど、終盤レイカーズがね、なんとか追い上げて、でも最終結果としては最後は135対119でロケッツが勝利。まあこの試合はなんと言ってもデュロンブルックスですよ。もういつものようにレブロン・ジェームスのことをね、超ハードにディフェンスをしていて怒らせていて、ハードファールなんかもねあったんですけど、それよりも彼と絡んでバンダービルトが退場になったことがね、レイカーズにとってはとっても痛かったですね。そしてまあこの件に関してはね、デュロン・ブルックスがバンダービルトのことをイライラさせてあのような状況に持っていったのは間違いないんでしょうけど、バンダービルトもね、なんとかその冷静を保ってほしかったですね。っていうのはやはりその最初のコンタクトで、人間ってその感情的な生き物ですから、バンダービルトがああなっちゃうのもねわかるんですけど、問題はその後バンダービルトがさらにこのデュロン・ブルックスに対して手を出そうとしていて、これによってバンダービルトはその場面でね、連続テクニカルファールを食らって即退場。だからもうこれはデュロン・ブルックスにしてみたらしてやったりって感じなんでしょうけど、最終的にバンダービルトはこの行為によってチームに迷惑をかけちゃったんで、本当にその感情のコントロールをねちゃんとしてほしかったですね。ですがこのバンダービルト以外にも、このデュロン・ブルックスに対しては感情を取り乱していた人がいて、そう、それはレブロン・ジェームス。彼もこの試合中にデュロン・ブルックスから煽られたり、もしくはハードファールをされたりしていたんですけど、この件に関してレブロン・ジェームスは、Vando, obviously got the ejection tonight. You've had, you know, Dylan Brooks has had his issues coming after you in certain ways. You tonight again, you got hit, regain composure. How do you deal with that? How do you kind of talk to Vando about things like that that are going on in the course of a game? We just got to be a better team. We got to be better to win ball games. And we wasn't tonight.The defense's overall struggle over this last month and a half compared to the start of the season. What's the biggest thing you're not seeing work out there? I don't know.We were here earlier in the year. We asked you about Brooks, and you said next question.いやもうレブロンがこのようにネクストクエスチョンっていうのもなかなかないですよね。だからそれほど今はこのデュロン・ブルックスについては話したくないということでイラついてるんでしょうけど、まあそういった意味でも今回レイカーズはこのブルックスにはね完全にやられちゃいましたね。というわけでボックススコアを見ていきたいんですけど、まずはこのイラついていたレブロン・ジェームスはプレイタイムが37分で、シュートは3ポイント2本を含む15本中9本成功の23得点10アシスト6リバウンド1スティール1ブロック。いやもう彼に関しては今回は完全にね、このブルックスにリズムをね崩されましたね。そしてアンソニー・デイビスがね、なんと今回は3ポイントが3本中3本成功で23得点7リバウンド2アシスト2スティール1ブロックと、まあ結構オフェンスは良かったんですけど、今回は結構シェン軍にね決められていた印象ですね。そしてディアンジェロ・ラッセルもね、23点は取ったんですけど、いつもよりはシュートが入ってない感じで、あとはオースティン・リーブスが8点で、トリアン・プリンスが5点。ですが今回、レイカーズにとっていいニュースとしては、八村塁がね、またしても活躍をしてくれたということで、最近彼はシュートの調子が非常にいいですよね。っていうのは彼は前回のウォリアーズ戦と、その前のブルース戦において、そのフィールドゴールと、スリーポイント、フリースローにおいての成功率が全て 100%。だから今明らかにね、調子がいいんでしょうけど、そんな彼は今回、プレイタイムが22分でシュートは3ポイント2本を含む5本中4本成功の16得点5リバウンド1アシスト1スティールですが、今回彼はフリースローを結構うまいこともらっていた印象で、そのフリースローは8本中6本成功、まあ、だから確実にその八村個人としては前向きに捉えることができる試合でしたね。そしてバンダービルトは見ての通り、プレイタイムが7分ってなってるのは、先ほども言った通り、このブルックスといざこざがあって、速攻退場となったから。よって今回急にローテーションに入ったジャクソン・ヘイズが9得点、2リバウンド、1スティール、1ブロックで、プラスマイナスに関してもチームトップのプラス4。まあだからレイカーズとしては、このあたりもね、まあ八村と同じく前向きな材料ですよね。というわけで次はロケッツなんですけど、今回はもう完全にアルペレン・シェン軍とジェイレン・グリーン。っていうのは今回この2人だけで6
65点も取っていたということで、シェングンはね、シュートを23本中14本も沈めて、31得点、12リバウンド、7アシスト、2スティール、1ブロック。いやもうこれは完全にオールスターの数字ですし、その一方でジェイレン・グリーンはね、まあシェングンほど安定はしないんですけど、今回はね、スリーポイント4本を含む34得点、12リバウンド、7アシスト、1スティール。そしてバンブリートに関してはね、先ほどの2人が点を取りまくっていたから、今回は完全にそのアシスト役に徹していて、得点はたったの3点だったんですけど、その一方で14アシスト、4リバウンド、2スティール、プラスマイナスに関してはプラス17。そして今回復活していたジャバリ・スミス・ジュニアも、スリーポイント2本を含む18得点、9リバウンド、4アシスト、3スティール、1ブロック。そして相手のペースを乱すという意味でも、今回はかなり活躍をしていたディロン・ブルックスも、このオフェンスに関しては2本のスリーポイントを含む17得点、3リバウンド、1アシスト、1スティール。まあだから今回ロケッツのイメージとしては、スタメンのみんながね、ちゃんとそれぞれの役割に徹していて、かなりそのバランスが良かったね、印象でしたね。そして今回はベンチからもね、このルーキーのキャム・ウィットモア、もうこれはね、試合を見ていたレイカーズファンの脳裏にもかなり焼き付いてると思うんですけど、もうね、ダンクマンが大好きなダンクも連発していて、そんな彼は20得点6リバウンド。いやもう本当に彼もルーキーですけどね、この先が楽しみですね。というわけで最後に順位を確認しておきますと、レイカーズはこれでまた貯金がなくなって24勝24敗のウエスト9位。そしてロケッツとしては一つ借金を返済して22勝24敗のウエスト11位となっておりますが、今回はね、この確かウルブスと OKC が対戦していて、ウルブスが勝っていたんで、これによってまたウルブスが単独首位に上がってきましたね。はい、というわけで今回のレイカーズ戦でもね、いろいろあったんですが、皆さんはこの話を聞いてみてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。というわけでダンクマントークなんですけど、その NBA の英語実況を理解していくための英語コーナーということで、今回見ていくフレーズはこちら。The franchise with 14 NBA titles, the most wins in NBA history. というわけで、一つずつ見ていきますと、The franchise with 14 NBA titles。まずこの franchise っていうのは、球団っていう意味で、そして14 NBA titles。これは14回の優勝。だからこの当時ね、14回優勝を果たしていたレイカーズ。そして次が、The most wins in NBA history。この The most っていうのは、最高、その最上級を表す言葉なんで、この次に wins が来ているから、この最高の勝利数。そして次が in NBA history。History だからこの NBA の歴代で一番勝利をしていたと。はい、というわけで今回はその試合以外の英語実況が見たいということでこのシーンを見ていったんですけど、今後もこのコーナーが見たい方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、てな感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。